俳優の本田翼が主演を務める TBS 系火曜ドラマ、君の花になる、毎週火曜夜10時から、第8話が、6日に放送された。ミニのファンの間では8話に登場したあるシーンに注目が集まっている。より小さいネタバレあり、より大きい、本田翼主演、君の花になる、本作は、ある出来事により挫折した元高校教師の主人公、中町明日香、本田、が、崖っぷちのボーイズグループ、ヘイトルーム、ブルーム、の寮母となり、一緒に、トップアーティストになる夢、に向かっていく物語。君の花になる、まさかの、仕掛け、ニーニファン注目8ルームの新曲、Forever or Never のパフォーマンスから始まった第8話。人気が出てきてグループでの活動が増えた8ルームは、個人での活動も増えていた。8ルームの英字、八村凛太郎は、頭脳を生かしクイズ番組へ出演が決まり、勉強をしていた。一方、ライバルグループ、チェイニーのメンバーであり、エイジの幼馴染のユズ、坂塚ひろむ、ダカ、は正式には、はしごダカ、も同クイズ番組のため、チェイニーのメンバーと焼肉屋でご飯を食べながら勉強しているシーンがあった。そのシーンでは、港、木村雅也、は黄色、ユズは水色、ひぶき、佐島翔吾、は緑、周平、藤巻京介、は青、なゆた、松田陣、は赤い服を着用。この色は、イニでのメンバーカラーと一致している。また、8ルームとチェイニーが所属する花巻エンターテイメントの事務所内にはチェイニーのポスターが貼られていたが、そこには新曲のタイトルとして、In Love と記載。これが、イニに見えるほか、リリース日の2023年4月4日は高塚の誕生日でもあった。ファンからは、意にも大切にされてて嬉しい、意にそのまんまじゃん、最高、ありがたい、といった声が集まっている。